F-16 に空中給油を行う KC-10F、A-18E に空中給油する F、A-18F 空中給油とは飛行中の航空機に他の航空機から給油を行うこと。専門用語としては in, フライトリフュアリングや air2、エアーリフューアリングと呼ばれる。軍事目的での飛行で行われることが多い。 空中給油機と呼ばれる空中給油を行うために特化した航空機から他の軍用機へ給油する例のほかバディポッドと呼ばれる装備を使えば戦闘機などの小型機同士でプローブドローグ方式の給油を行うこともできる空中給油の最大の目的として対空時間の延長が挙げられる例えば戦闘機が 敵の攻撃に備え戦闘空中紹介を行う場合などに効果を発揮する。通常の戦闘機がミサイルなどを搭載した状態で対空できる時間は通常3から4時間程度だが基地から紹介空域までの往復の時間を考えると実際に紹介を行える時間はさらに短くなる。また、給油による紹介活動の中断を避けるためには 複数の戦闘機を用意して順次離陸させなければならず効率が悪い。しかし空中給油を行えば一機で長時間の紹介が可能となる。また訓練の際などにも基地までの往復の時間が飛行時間に占める割合が低くなるため効率が良い。その他突発的戦闘や後方ミスなどの予定外の事態による燃料消費や 増装陶器などでキロの燃料を失った航空機に対して空中給油が行われることもある。また空中給油により戦闘機の搭載能力を向上させることもできる。軍用機では最大離陸重量が最大飛行重量を下回ることが少なくない。重いとカタパルトによる加速が難しいからである。 搭載燃料は少量として、離陸時の搭載量のより多くを空対地ミサイルや爆弾などの兵装に振り分け、追って空中給油を行うことにより、最大の積載量を発揮することが可能となる。変態を保ちながら飛行中の航空機を連結させるという困難かつ危険な作業を強いられるため、パイロットには高い技量が要求される。 最初の空中給油空中給油の歴史は古く、1923年6月27日に、アメリカ陸軍航空隊所属の DH-4B 同士で行われたのをはじめとして、各国で実験的に行われ、日本でも1931年に初めて空中給油実験が行われた。しかし、当時の空中給油は、 人の手でホースを掴み燃料タンクにつなぐという危険、極まるものであった上、軍事的利点が少なかったため、商業輸送機の航続距離延長の研究や、対空時間の世界記録樹立などに使用されただけで、正式な実用化には至らなかった。本格的に実用化されたのは、米ソの溝が深くなる。 第二次世界大戦後のことで、アメリカが衆国本土から直接、ソビエト連邦を爆撃する必要が出てきたため、それを実現する方法として、空中給油が注目され、アメリカ空軍は1949年に B-29 を改造した、空中給油キキロバイト -29 の支援を受けた。 B-50 戦略爆撃機、ラッキーレディツーによる世界一周無着陸飛行を行い、空中給油の有用性を世界に示した。この時の空中給油方式は、ループドホース方式と呼ばれるもので、詳細は講述するが実用上問題があり、より実用的な空中給油の方法として、アメリカ合衆国のボーイング社で、フライングブーム方式が、 イギリスのフライトリフューリング社で、プローブドローグ方式が、それぞれ開発された。前者は、アメリカ空軍などで、後者は、アメリカ海軍などで採用され、やがて爆撃機だけでなく戦闘機などの他の作戦機にも、利用が広がっていった。また当初は、給油対象は、固定翼機に限られていたが、ベトナム戦争中のアメリカ空軍では、戦闘捜索救難任務のために、 ヘリコプターへの空中給油技術の開発に乗り出した。上記の通り、アメリカ空軍ではフライングブーム方式による空中給油を行っていたが、機体上部にローターを備えるヘリコプターに対しては、物理的に不可能であり、プローブドローグ方式を用いることになった。また、ヘリコプターとの速度差のために、 ジェット機を勃起とすることも難しく、1965年12月17日に行われた初の空中給油試験では、海兵隊の KC-130F が栄光するドローグに対し、CH-3E ヘリコプターに仮設されたダミーのプローブがコンタクトを成功させた。現在使用されている空中給油の方法には、 大きく分けフライングブーム方式とプローブドローグ方式の二つがある。主にアメリカ空軍及び F-15 や F-16 を用いている各国空軍が採用している方式で給油機側がブームの動きを操作し飛行行機の燃料口に燃料パイプを差し込み給油を行う。ブームの操作は先端についた動力によって空力的に行われるが、これは ブームの根元から操作しようとしても、気流の中ではうまく制御できないからである。航空自衛隊は、フライングブーム方式の空中給油機として、ボーイング767の改造型 KC-767 を4機を投入した。利点欠点この方式に適した、航空機微妙な位置合わせが難しく大量の燃料が、必要な大型機への給油に向く。 メディアを再生する、k c 1 3による F-35、給油のビデオメディアを再生する NASA による、空中給油の自動化試験メディアを再生する、F、A-18E、F 同士のバディ給油アメリカ海軍を、はじめ多くの空軍及び、海軍航空隊で採用されている方法で、給油機側は先端に、ロート状のエアシュートがついたホースを伸ばし、非給油機側が、 ロートの内側にパイプを差し込み給油を受ける。ホースドローグ方式と呼ばれることもある。主に関西機で広く行われている空中給油ポッドを搭載した戦闘機もしくは小型給油機を用いたバディ給油もこの応用である。このバディ給油は大型の空中給油機では危険な適勢力圏内での実施を想定したものである。 プローブの位置合わせに技量が必要なことが問題となっているため NASA では給油時に自動で機体を制御する研究 R を行い FA-18 の改造機で実地テストも実施した航空自衛隊では UH-60JQ 難ヘリコプターへの給油のため C-130H の一部に プローブドローグ方式のマーク32バイト空中給油ポッドの増設や空中給油受油能力の付与を行い KC-130H として運用しているプローブドローグ方式の利点プローブドローグ方式の欠点プローブドローグ方式に適した航空機繊細な操縦が比較的容易で大型機に比べ必要な燃料が 少ない小型機への給油に適する。ヒフル艦船から空中に飛行したままのヘリコプターへの給油はヒフルと呼ばれる。ヒフルによる給油を受けるヘリは艦船の上を並走しながら機上ホイストでワイヤーを下ろして給油ホースを引き上げ機内の給油口に接続する。給油は艦船側から圧送されるので手違いで燃料が艦上に降り注ぐことがないよう。 ヘリは通常、右側に座る基調が位置を確認しやすい感染の、左舷側の会場を並んで飛行しながら行われる。感染側に着艦できる場所がない場合や、海峡が悪く着艦に危険を伴う場合などに、取られる方法であり、航空燃料と、適切なポンプやホース類があれば、感染を改造することなく実施できる。各国海軍では、 関西ヘリコプターでは常にヒフルの訓練を行っている。イギリス海軍ではインビンシブル級系空母に搭載された早期警戒ヘリコプターの紹介時間を延長するためにヒフルを行っている。ループドホース方式ループドホース方式 B-50 ラッキーレディ2への給油最初期にイギリスで開発された方式。前を行く飛球雪側がフック付きワイヤーを 後ろの給油機側がホースと結ばれた重り付きワイヤーを、それぞれ引きながら飛び、両機が横滑りで交差して、ワイヤー同士を引っ掛けると、非給油機は、給油機に横付けしながら、ホースを巻き取って給油口に接続し、給油を行う。初期のキロバイト -29 などで採用されたほか、ロシアのツマイナス -16 戦略爆撃機は、主翼端に、そういう、 給油装置を取り付けていっていたため翼端式とも呼ばれる。ただしその極限じみた操作から確実性が低く、鈍重な爆撃機では困難だったことから、現在は使用されていない。ありがとうございます。